はい、こんにちは、赤本さんです。ボンネットバスやっていきたいと思います。これね、ここ。これね、ここの枠ね、紫違う。なんで紫やろ。黒ね、黒をね、塗っていきたいと思います。ここね、のためのマスキングをね、今からやっていこうかと思います。このままかな、もうちょっと。このぐらいかな。このぐらいね。よいしょ。ここへね、ベタっとね、マスキングテープを貼っていきます。こんなもんかな。もうちょっと上でもいい。もうちょっと上でもいいかな。よいしょ。上の方が、まあまあね、こう効率よく使えるかな。ここ。ここはいらない。あ、ちょっと。落ちましたね。ここはいらないと。こんな感じね。まあ、後でいるんですけどね。で、これで、ここをね、押さえていきます。というのはね、ここをね、切り抜こうかと。一つ一つね、マスキングテープで貼っていってたらね、とてもではないけどね、こんだけの量はね、ちょっと効率悪すぎるので、ここをこう押さえて、ていきます。全部ね、こんな感じでしっかりとね押さえて、このね丸いところもねしっかりとちょっとつまようじでいきましょうかね。こんな感じでね、こう押さえます。こう丸いところもねしっかりと、こっち側もねしっかり押さえていこうか。もう一回ね、なかなかつかないですね。これ切ったらまあしっかりくっつくんでしょうけどね、押さえてラインを出したいんで、とにかくね押さえていきます。こんな感じ。ちょっとピンと張りすぎたのかもしれないですね。まあまあいいです。うまくつきついたような感じですね。ついた感じしますね。はい、そしたらねここをね切っていきます。ここはねこの、モールドをね、ここの窓枠のモールドに沿って切っていくだけなので、できるだけ脱線しないようにねこう切っていきます。でここをくるっと回り込んで、でこうまた下へ切っていくと。でここまたこう回り込んで、ここはちょっと細いのかな、ギューッとね切っていきます。こうね、でここ回り込むと。これ反対側から、反対に向きに行った方がいいですね。なんでかわからんけどね。あ、でも切りにくいな。やっぱりこうか。こうしてね、ここで。これはね、もう軽く軽く、撫でるように切っていきます。マスキングテープだけ切れたらいいんでね。あんまり力入れてやると、ね、この本体の方にカッターがね、このデザインナイフが入り込んでしまうので、ちょっとこう無理な力がかかって、カッターのね走りが悪くなるんで、軽く軽くねこうして、こうね、しっかりこう、この
窓枠に沿ってつけていきますね。こう綺麗にね。よいしょ。こっち側ねやりました。でこっちもね同じように切りました。で、これをめくっていきます。こっちから押した方がいいかな。こうねピッと押してペローンとね。これなんか役に立つかな。後で役に立たへんかな。なんかね役立ちそうな気するな。この形は一回ちょっと置いとこうか。ここにペロンとね。これで、この窓枠の部分が出てくれましたっていうことですね、はい。まあまあちょっとはいけるかな。でめくっていくと、こっちもねこうやってめくっていきましょうか。ちゃんと切れてるかな。あ切れてるね。よし切れてる。あこれもうどっちかわからへんなるから意味ないかな。形合わへんもんね左右でね。まあいいです。こんな感じでね作っていきましょう。でこんな感じねできました。窓枠まあ分かりないですね。マスキングテープも黄色なんでね。これしまったね。なんかね色違うやつ青かピンクにすればよかったな。はい。そしたらね今度はここもうこれでいいか。黄色のマスキングテープちょっと分かりにくいんですけどこれで足んのかな。ここねこう貼ってでこれはこの中なんでここを押さえていきますね。ここね。こう窓枠を押さえて、こんな感じかな。で、ここしっかりこうつけといて、ここでね切っていきます。これもあんまり力入れてナイフを切り食い込ませると切れにくいので軽くねこの形状に沿わせながら切るとこんな感じね。よいしょ。これほんまもったいないなこの形。なんかほんま使えそう。で、ここね、この縦の部分がね、欲しいので、こう、押さえ込んどきますね。縦の部分は、黄色。なので、こんな感じかな。まぁ、ちょっとぐらいは黒く入るかもわからないですけどね。よし、こっち、反対側もね、やっていこうか。綿棒の方があれかな、しっこを抑えられるかな。やっぱりつまようじかな。こうね、縦のとこを先つけておきますよね、こうやって。よいしょ。で、こうね、ちょっと短くはなるかもわかんないけどね。まあ筆で、仮にこれ筆で塗ったらね、多分縦の部分は完全にね、ついちゃうんで。こっちの方がマシかなという選択肢ですよね。ね、でめくると。
あのね、マスキング泥もちょっと考えたんですけどね、ま、あ、映ってない。マスキング泥やったらね、もしか万が一ということがあるので、この方法でね、行くことにしました。ここを押さえてもしっかりこう。ね、流れ込まないように。こっちもね、ここを押さえて、で、ここの継ぎ目はね、また、マスキング全体的にするときにちょっとね、こう、止めたいと思います。こっちは止まってますけどね、こっちはちょっと、ここがおかしな感じなんで。はい。そしたらね、リアのね、窓枠ね、やっていこうか。こんなもんかな。じゃん。よいしょ、これちょっと大きいんで、これでいこう。ここに合わせとこうか。んで、シワになっちゃうかな。できるだけシワにならないようにね、ここから貼っていこうか。こう貼って、よし、これでいいな。これもね、カッターで切っていきます、ここ。感じか。ね。爪楊枝がこうね、スパーンと切れるような、なんか、考えられたらね、すごいんだけどな。感じかな。これで、ここ切って、ていくと、脱線しないようにね。この木は切ってる分にはね、あの傷はほとんど気にならないのと、あと、まあ、力をね、さっきからあの緩く緩くって言ってるね、緩く緩くいくので傷はあんまり深く入らないと思うんで、仮に入ってもこの角やからね、あんまり気にならないということで切っていくことにしました。こうか。今一瞬これね、一瞬これね、じゃあ一回これね、先にめくってしまおうか。ペロンなんでもおかしいんやろ。自分でやってなんかおかしいですね、これ。笑っちゃうな。なんか楽しいのかな。なんかめっちゃ楽しいですよ、これ。はい、めっちゃ楽しいです。窓枠ね、めっちゃいっぱいあるからね。どうやろうな、でしん、あの、やっぱりあれかなと思ってね、ちょっとこう、しんどいかなと思ってね、思ってたんですけど、意外や意外ね、これ楽しいですね。うん。楽しい。テープがいっぱい増えてくる。ここもね、しっかりこう押さえて、感じか。で、これ、よし、そしたらこれまたね、押し出して、こんな感じでね、ピロンとめくりました。はい、あ、押さえとかなあかんな。爪楊枝がちょっとね、微妙な感じなんで、先が折れてね、あ、曲がってね、先が曲がって微妙な感じになってるんで、こう押さえておきますかね。うまくいったな。うまくいきました。はい。ここのマスキング、ここのマスキング、ここのマスキングね。で、あと、こことここね。
やらなあかんのですけどね、やっていこうか、やっていきましょう。よいしょ、ここね、ここ、まあ、角度は別にね、テープの角度は別に どうでもいいんですけど、どうでもいいっていうか、あのね、斜めになっててもね、これさえこうカバーできればいいんで。ただこうシワ行くんでね、シワ行かないようにね。これワイパーどうなのかな。あ、ここちょっとあかんな。いけるかな。いけそうやな。このまま行こうか。よし。止めし。ここね。押さえていく。マスキングしっかりやって、ここちょっと強すぎるんで。こんな感じでキュッキュッと押さえといて、で切っていくと。よいしょ、これこう切った方が切りやすいかな。今デザインなのに爪にガツンって当たりましたな。で、指やったら切れてるとかやね、皮のとこやったら。よいしょ。皆さんね、注意してくださいね、手切らないようにね。よいしょ、っとと。いい感じですね。いい感じですよ。コンさん的にはね、いいんじゃないかなと思います。これでまあ失敗やったらね、失敗でしょうがないかな、もう。ね。よっと。あ、もうワイパーも一緒にね、黒くしちゃいます、もうね。ワイパーのあの本体の部分はシルバーやったような気がするんですけど、CG がね。うん。そこはね、もう黒でもええし、シルバーにしてもいいしね。あ、ここがちょっと微妙やな。ここちょっとやり替えようか。ね、このここがね、うまく入ってないんですよ。ここ。こうして、グッと押さえ込もうか。こうしてね。で、ここ。こう押さえて、もう一回この黄色をね、切っていきます。こうか、ね、でこれをめくると、あ、うまくいきましたうまくいきましたよ、よかった。で押さえとこう、こんな感じね。どうでしょうか、しっかり入ってますよね、マスキングテープ。
はい、それではね、こんな感じでマスキング全部できましたので黒拭いていきたいと思います。で、セミグロスブラックね、拭いていきたいと思います。はい、それではやっていきます。どっから行こうか。どっからでもまあ同じなんですけどね。あ、中もね、吹き込まないように、一応ね、こんな感じかな。ちょっと緩めでね、やっていきましょう。はい、それではね、乾いてきたのでマスキングめくっていきたいと思います。どっからめくっていこうか。どっからでもまあまあ同じなんですけどね。めくっていきましょうか。ピンセット。何にもないとこからね、めくっていく。まあ順番にめくっていかないとね、最初に貼ったとこ先めくりに行くとね、ちょっと無理かかるんで。お、これ結構全部いくな。ガツッといくのはなかなか。よいしょ。あ、これ中めくったら。おお。一気に行く中ね。よいしょ。よいしょ。他にね、まだ乾いてへんかったらあかんからね。他につかないようにね。よいしょ。ここピッて押さえてペロンとね。それではね、ここどうかな、問題のねところ、おうまくいってますね。あー、こんな感じね。どうでしょうか。なかなか、うん、いい感じですよね。これこんな感じね、めっちゃいい感じ。
よしよし。いい感じにできました。ここどうだろう。ああ、いい感じ。いい感じ。あ、これちょっとついたか。これはね、ちょっとビビって取りたいと思いますけどね。これね、ドアのとこ、ペローンと、お、こんな感じね。うまくいきましたね。うまくいきました。オッケー。どんどんめくっていこう。手に全部くっつくんで、ちょっとめくりにくいですが。ここのね、運転席の窓枠はね、どうも黒じゃないみたいなんですが、あ、うまいことできましたね。ここについてる、これはあれですね、ゾルね、一応塗ったんですよ。ここの部分だけね、一箇所。ちょっとね、不安やったんで、このゾルがここについてるんですね、これ。最終ね、最終。ペローンとね、ペローン、ペローン、ペローンと。お、こんな感じどうでしょうか。なかなかいい感じにできましたね。こっち、あ、こっちまでやったな。これが最終か。これ最終ね、いきます。ペローンとね。あ、どうでしょうか。どうでしょうかでね、なかなか綺麗にいったんではないでしょうかね。バスらしい感じになりましたよね。この窓枠ついただけでね。あと、まあこの辺とかシルバーなんでね、それでまあやりたいと思いますが、はい、というわけでね、今回はこれでね終わっときたいと思います。窓枠黒く塗りましたっていうねですね。はい、これでね終わっときたいと思います。今回はね、はい、長い間ねご視聴ありがとうございました。まあ、なかなかうまいこと言ったんじゃないかと思います。何でも言いますけどね。はい。はい。で、ということでね、いつもお願いしてます、コムさんのね、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いします。どしどしね、よろしくお願いします。で、あとね、これ、アリーね、アリーのキットなんですけどね、アリー祭りね、広島の竹島智之さんね、アリー祭りね、12月にやられますのでね。またね、皆さん、よかったらよかね、ぜひね、ご参加ください。作ってね、アリーのキット作って、画像を送って参加という。ね、詳しくはまたね、竹島智之さんのチャンネルで見てください。はい、今回はね、コムさんこれで終わっときます。ボンネットバスでした。ね、ボンネットバスの窓枠黒く塗りましたというね、動画でした。はい。それではまたね、次回お会いしましょう。お送りしたのはコムさんでした。ボンネットバスでした。さよなら。Thank you.